れメロス。仕事が多すぎる。メロスは激務だった。メロスはかの邪智暴虐の上司を除かなければならぬと決意した。上司、どうしたメロス。上司は人を殺します。殺しません。たくさんの人を殺したのか。殺してません。上司は乱心か。メロスはサボりですか。言うな言うな。メロスは提案した。今度休みをください。今から行く営業を必ず成功させます。お前がか。言うな言うな。どうしても私を信じられないなら。メロスには友がいた。センヌリ、センリヌース、センティニルス、セリヌンティウスである。私の営業が失敗したならこの友人を締め殺してください。締め殺しません。何をおっしゃる。お腹が空いてるならお昼までに来い。一緒に昼飯を食べようぞ。メロスは頬をあからめた。そしてメロスは走った。メロスは昨夜から一睡もせず十里の道を急ぎに急いだ。メロスは着いた。メロスは営業をした。弊社をした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 弊社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 。メロスは失敗した。なぜならメロスは村の牧人である。羊と遊んで暮らしている。仕事がわからぬ。メロスは歩いた。泣きながら。しかし友との昼食が待っている。メロスは頬をあからめた。そしてメロスは走った。メロスは昨夜から一睡もせず十里の道を急ぎに急いだ。メロスは着いた。上司、センヌリティウス、メロスが帰ってきた。約束の通り今帰って。メロスは激怒した。